史上初のユースミュージックフェスティバルへようこそ。私はヨホシュ・ボナーです。司会できる機会を嬉しく思います。パンデミックのため残念ながら空っぽのホールにいます。直接会うことはできませんが、世界中で私たちはつながっています。驚くべきテクノロジーのおかげですね。今夜の音楽のメッセージは証とつながりについてです。互いにつながるだけではなく、天の御父と御子イエス・キリストにもつながることです。そのため世界中の青少年に音楽を分かち合い、証を述べてもらうよう招きました。それでは始めましょう。日本の市川市に住んでいるアシレイ・キリアンが祈ります。それから中央若い女性会長のボニー・コードン姉妹と中央若い男性会長のスティーブン・ランド兄弟が特別な紹介をします。